どうも皆さんこんにちは、キンタンです。前回でだいぶ進んだね、加工のやり方も分かったし、戦い方も分かったし、仲間にする方法も分かったね。まあ、仲間にするのはね、ちょっとあの素材がそれぞれ違うかもしれへんねんけれども、成長しましたね。ということで次の目標は、士族の新しい定住地を設けるっていうことなので、そこのね下見に行きたいと思います。じゃあ進んでいくわけよ多分。でなんとなくやけどマップも分かってきて、スター TV は現在の士族定住地やね。であそこの場所から移動すんねやけど、その先がねちょっとどんな感じかをちょっと先に見に行こうということで、どうせ進むやったらちょっと先まで進みたいよね。でここがなんたらの姉妹やろ、ここがなんたらの姉妹で、その先にある場所をちょっと探してみようか。あ、なんかおる、ちょっと待って、なんかおる、ちょっと待ってくれ、何がおる、どこに何がおる、ちょっと登って、ちょっと登って、なんかおる、今なんかしたぞ。あれやが蛇か、やってやるよあいつ、ぶっ飛ばしたんねん、かかってこいよ。あいや、よいしょ、このボケ、このボケ、ほんま死ねえ、仕留めた。ちょっと滑舌悪かったけど、おーし、来た、何これ、調べる、蛇や、倒したぞ早速、馬なってきたなこれ。新たな最終場所、東グリーンマンバの死体、はい、これ最終場所なのこれ。え、何ができんのこれ、何もできんねんけど、なんか皮剥いだりとかさ、あ、その道具がないってこと。いや、それにしたって運べへんのかなこれ。まあいっか、でも倒せたからいいか。蛇も倒しちゃって、これもイケイケやな。これもこのジャングルは俺のものやな。よし、これでいいでしょ、とりあえず棒だけ持ってな。でも戦うってさ、別に尖った棒で戦えとか言ってなかったから、多分別に武器持ってなくても戦えんのかな、もしかしたらね。で多分尖った棒を持ってたから倒せたんやろ、そういう風に思いますな。はい、でちょっとね周り見ていこう。このねひし形のハテナ、これが多分定住地なんよ。どこやろ、近いとこから見に行こっか。どこまでもジャングルやな。ジャングルじゃなくなったりすんのかな、ずっとジャングルなんかな基本的には。そういえばココナッツをさ自分で飲んでないわ、まだあげただけや。そのアイテムの効果があるからさ。ココナッツはどういう効果なんやろ。よし、オッケー、ゲームイヤーはここやしよ。あ、そっか、意思によっても違うんか。ってことはまだ試してないのは、まだ試してないのは黒曜石やな。オッケー、飲む。どんな効果あんやろこれ。あ、なんか2つついた。あ、サムラってきた、ちょっと待ってな。あれは毒や、あ、毒なんやこれ、毒対策か。毒とあの横のやつ何。あ、眠たい、あの横のやつ何やろこれは、わかんない。なんか雪だるまに見えるな。雪だるまかこれ。でも寒さはまた別やしな。とりあえず寝よう。ちょっと一旦寝ます。あ、進化もついでにしとこう。あ、いっぱい増えた。増えてる。あ、ニューロンもだいぶ溜まってるね。発言をせんとわからんのね。形状認識。ターゲットの近くの同じ性質の資源すべてを自動的に識別。あー、便利かもしれん。環境分析の速度が上がる。ああ、いや、それは別にいいかな。そんな急がんからな。急性ストレス反応。回避と攻撃両方で反応できる時間が増加。ああ、これいいかも。建設物の完成に必要なアイテムが一つ減る。あ、これもいいね。これいいな。どうしよっかな。接続すると道具を使う成功率が増加。ああ、どれも欲しいな。ちょっと優先順位見ていこうな。これは欲しい。必要アイテムが減るのは欲しい。学ぶ。はい。OK。同じ資源のやつかな。これいいよね。いっぱい見つけれるもんね。はい。オッケー。道具の成功率と、道具の成功率と、攻撃。いやー、こっちかな。やっぱね、身を守る方法はね、強くしといた方がいい。あ、ていうか全部いけるかな。はい、オッケーです。戦闘系はちょっと強くしたいのよね。ヒョウみたいな、なんか、トラみたいなやつ、あいつも倒したいのよな。オッケー。じゃあちょっと寝ようか。おはようございます。食べ物と水か。よし、じゃあまず食べ物と水から、まずはお水から飲んでいきましょうね。このぐらいでやろう。あとは食べ物、あ、ちょうどいいのあるよ。
なにこれ、中毒。腐った食べ物を食べて有毒物質を摂取することで起こる何か薬効のあるものを探しましょう。え、中毒。待って、これ赤いやつやったん、この赤い実食べてたよね、みんな。なんで、ちょっと待って、中毒ってどれ、中毒ってどれ、これか。あ、さっきのマークやん、これ。これが中毒マークね。待って、何やったっけ、これ。違う、さっき見たってことは、ココナッツや、ココナッツ。違う、ココナッツっていうか、ココヤシやな、ココヤシ。この上や。あるはず。これ何、なんなん、これ。これ、ダメなの、これ。これ、ほっといて死ぬ、よいしょ。これで、あとは石探さなかにな。石。石ないかな。あった。オッケー。これで治るよね、多分。治ったー。ああ。よかった。いや、やっぱ、あれやな。知識は力やな。なんか状態異常もいろいろ分かってきたね。あれが中毒ね。っていうか、なんで水の中はこうやって二足歩行で歩けんのに、地上では二足歩行できんね。あ、なんかおるぞ。なんかおる。ちょっと待って。なんかおったな、今。どこにおる？どこ？そこ？違う。あれ？なんか今、蛇みたいな鳴き声が。あ？どこ？どこにおるのかが分からへん、まず。あ、待って、なんか来た！ちょっと待って、敵の方、敵どっち？あー！噛まれた！痛い！あいつ、どこ行った、あいつ。お前、そこか、お前。やったら、お前。殺したのかな、お前。どこ行った、あいつ。うわ、やられた。くっそ。あれ、でもなんか、状態異常なってないな。ココヤシのおかげか。あの野郎やってくれるじゃねえかよ。見えへんかった。どこにおるかわからんかった。もう、やだ。ちょっと待って、ちょっと武器作っとこう。あかん。今多分武器持ってなかったから反撃できんかったんや。あったあった。枝。枝がないと不安や。枝がないと不安。よし、うまい。あ、なんか初めての BGM が。新しいエリアってことかな。てか結構遠いね、あれ。あ、いいね。ついでにちょっと槍にしちゃおう。これ黒曜石かな。あ、なんだ。あ、寒さか。よかった。びっくりした。やられるかと思った。槍作っとこ。あー、折れたー。怖いよ。武器がなくなった。怖い。あ、慎重にやらなあかんわ。わ、怖いな。どうしよう。いや、なんとかなるさ。大丈夫。今の俺ならなんとかなる。だってもう、対策を分かってんもん、俺は。もう眠いの、お前。眠くなるの早くない？あ、あった、あそこや。あそこ、あー、待って、なんか。あ、えっと、だから、この時は、こういうのを認識してね、集中して。オッケー。で、あっちを認識して。いっぱい識別していこう。なに？ワニや。ワニ対イノシシや。ワニおんの、ここ。このボケ、ほんま。死ねえ。仕留めた。倒したぞ、早速。うまなってきたな、これ。蛇も倒しちゃって、これもうイケイケやな、これも。このジャングルは俺のものやな。うっそうっそだ待って、やだ、俺も殺される。ちょっと待ってくれ、早く逃げ。どっち逃げたらいいね。こっちやってんのか。わあ、やばい、お父さん死んだ考えられへん。もうすぐそこやったのに。くそー。いや、やめてこっち来んな。やだ、殺される。逃げろ。水場から離れろ。あーしょしょ、上に登ればいいね。そう。あの野郎。なんなんだよ、お前の縄張りってことかよ。逃げろ。こんなところ、早く。立ち去れ。待って、何がおる。あー、今度はイノシシか。いや、逃げろ。ダメ。上登ろ。上から。死んでしまうよ、このままでは。ダメだ。子供が死ぬ絵だけはやめろ。あー、まだおんのかな、下。どれイノシシ？あれか。あれイノシシか。くそー、また来やがったな、あいつ。識別してやるからな、お前みたいなやつ。お前みたいなもん識別したるわ。イノシシやボケ。記憶したろ、お前。めっちゃ見てるな。
よいしょ。ああ、よかった。よいしょ。ああ、ああ、ああ、ああ。やめろ、やめろ、やめろ、やめろ。俺逃げる、俺逃げる。さよなら、さよなら、さよなら。大人がどんどん減っていく。ダメだ。大人になる方法ないんかな。子供はずっと子供のままな。あいつどこ行った。向こうか。オッケーオッケー。結構離れたね。逃げろ逃げろ。帰ろ。家に帰ろ俺は。家に帰る。とりあえず家に帰る。まずいまずい。これはまずい。恐ろしすぎるやろ。ジャングル恐ろしすぎやろ。ちゃんと周り見ながら寄せながらマジで。ダメダメ。余裕ぶっこいてたら、まさか即死攻撃されるとは。棒があれば戦えてたんかなあれ。一応棒持っとこ。一応持っとこ。あ、子供では加工すらできひんのか。マジか。まあでも一応持っとこ。え、何？あ、なんか隠れるって押したイベント起こった。え、なになになにこれ。え、あれ、え、どういうこと。泣き声してるけど。え、なん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 、わからんわからんわからん。え、なんで俺ここに来たん。なんで俺ここに来たの。ちょっと待って、ちょっと待って。小猿。え、え、え、どういうこと。何が起こったん今。え、なになに。あそこか。ちょっと待って、あ、そういうこと。助けに行けるってこと。ああ、なるほど。隠れ場所に隠れさしとけば助けに行けんねや。いや、お前じゃない、間違えた。お前じゃない、お前じゃない、お前じゃない。お前はもう死んでる。来い、ここに行けばいいんや。そういうことか。ああ、よいしょ、よしよしよし。助けてやるからな、助けてやるからな。待って、俺がまず死にそうやねんけど、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。まず俺が死にそうや。ちょっと助ける前にちょっと食べていいか。とりあえず食べて、とりあえず食べてと。次水やな。で、何、威嚇なんかおんのか。どっか行け、うちの子供に手を出すな。どっか行け、どっか行け、どっか行け。何がおんのやろ、何がおんの。あかんわ、ちょっと待ってくれ。あ、横におる。え、何、誰お前びっくりした、お前誰やねん。やめろよお前な、お前これあげるわお前これ。はい、ちょっと棒が欲しい、棒が欲しい。ちょっと戦わなあかんことになった時のために棒が欲しい。ちょっと待ってくれ。なあ、あの猿何してんのあいつあいつない低重地におれや。助けるからな、今、今助けるからな。何がおる、なんだあれ、はてな、あれ何、なんかある、これ何、あ、なんか新しいやつや、これ何。ちょっと子供待ってな。あ、卵かこれ、卵や。あー、だるまわしの卵。はい、まあいいわ。とりあえずちょっとわかった、あった、あった。もう子供助けに行くわ。とりあえずまず子供助ける。襲われた時はもう戦う、仕方ない。これでなだめる。あー、なるほど、怯えてんのか。はいはいはい、よしよしよし、お父さん来たよ、お父さん来たよ。おかんや、おかん、おかん来たで。はいはい、あー出てきた。なるほど、助けに行く的なやつなんねんな。あー、よかったよかったよかったな。はい、よかったな。はい、何今の最後の「あん」っていうのは何、なんか聞こえたけど今ちょっと待って、分かった、あった。ちょっと一旦帰ろう、落ち着こう、落ち着こな、一旦落ち着こう。ちょ、水飲む、おかんは水飲む。とりあえずお母さんは水飲みます。とりあえずお家に帰ろう。ちょっとおかんはとりあえず寝るわ、寝んとあかん。あー寝よう、おやすみなさい。あーあああうっそうっそだ待って、やだ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 、俺も殺される。ちょっと待ってくれ、早く逃げろ、早く逃げ。どっちや、どっち逃げたらいいね。こっちやってんのか。わあ、やばいやばい、お父さん死んだお父さん死んだ